山岳信仰。山岳信仰とは、山を神聖視し、崇拝の対象とする信仰。山岳信仰は、自然崇拝の一種で、狩猟民族などの山岳と関係の深い民族が、山岳地とそれに付帯する、自然環境に対して抱く、異形の念、雄大さや厳しい自然環境に圧倒され、恐れ上う感情などから発展た、宗教形態であると思われる。 山岳信仰では、山岳地に霊的な力があると信じられ、自らの生活を律するために、山の持つ圧倒感を利用する形態が見出される。これらの信仰は主に、内陸地山間部の文化に強く見られ、その発生には人を寄せ付けないほどの険しい地形を持つ、山が不可欠とされる。そのような信仰形態を持つ地域では、山から流れる川や、山裾に広がる、 森林地帯に移植獣の全てにわたって依存した生活を送っており、常に目に入る山からの恩恵に良くしている。その一方で、これらの信仰を持つ人々は、険しい地形や自然環境により、わずかな不注意でも命を奪われかねない環境にあることから、危険な状況に陥る行為を、山の機嫌を損ねる行為として信仰上近忌とし、自らの安全を図るための知識として、 語り継いでいると考えられる。日本の古神島においても、水源、狩猟の場、鉱山、森林などから得られる恵み、雄大な幼児や火山などに対する畏怖、異形の念から、山や森を抱く山は、神奈美という神が鎮座する山とされ、神や御霊が宿る、あるいは降臨する、神おろし場所と信じられ、時として岩倉、岩坂というとこよ、とこよ、神の国や行きと、 現世、写しをの端ざとして、祭祀が行われてきた。また、死者の魂、祖霊が山に帰る、山上高いという考えもある。この他は、海上高い、地中高いなど。これらの伝統は、神社神道にも残り、石槌山や諏訪大社、三輪山のように、山そのものを信仰している事例も見られる。農村部では水源であることと関連して、春になると、 山の神が里に降りて、他の神となり、秋の収穫を得ると山に帰るという信仰もある。また仏教でも、世界の中心には、趣味線という高い山がそびえていると考えられ、空海が鷹野山を、最長が比叡山を開くなど、山への畏敬の念は、より一層深まっていった。平地にあっても、仏教寺院が山寺と山号をつけるのは、そのような理由からである。 チベット仏教でも聖なる山は信仰の対象であるが信仰は山自体に捧げられその山に登るのは近畿とされる場合が多い一方で日本では山頂に達することが重要視されるのは注目すべきでや日本人の場合山自体を信仰する気持ちももちろんあるのだがそこから早朝に拝まれるご来光を非常にありがたがる傾向が強く山頂の さらにその先、彼方にあるもの、あの世を信仰していることが原因であろう。日本では、アニミズムとしての太陽信仰と山岳信仰が結びついているのである。その後、密教、道教の流れを組んだ主言者や山伏たちが、属性との関わりを断ち、悟りを開くために、山深くに入り修行を行った。これは、後に、主言道や、呪術的宗教などを生み出している。 日本の山岳信仰の主な形態をまとめると以下のようになる。富士山や阿蘇山や鳥海山など火山の噴火への恐れから火山に神がいるとみなして信仰するもの。白山など周辺地域を潤す水源となり得る山を信仰するもの。日本には恐れ山や合山、立山、熊野山山など死者の霊が死後にそこへ行くとされている山が 各地に存在しており、それらの山々が信仰の対象となることがある。宇佐神宮の奥の宮である、も本山や、大宮神社のご神体とされる、三輪山や、縁の淳が開いたとされる、大峰山など、山としては規模が小さいが、ある時、その山に神霊がいるとされて、以後信仰が始まったもの。日本において、山岳信仰が、日本古来の古神道や、 伝来してきた仏教を、特に天台宗や真言宗などの密教への信仰と結びついて、修験道とされる独自の宗教が生み出された点は、特筆に値する。修験道は、修行により吸収した山の霊力を人々に、授けるというもので、円能ズが創始したとされる。現在も、本山派、天台宗あるいは、東山派、真言宗の修行像、山伏、 あるいは修験者などと呼ばれるが、伝統的な修験道の修行を行っている。山岳信仰は、もともとが、自然崇拝のアニミズム的信仰から発展してきた、だけに、江戸末期まで、神仏集合の形態をとってきたが、神仏集合が、明治以後の神仏分離令により禁止されて、以後、もともと神言密教系の修験が強かったでは三山も、含め、寺と神社が分けられ、 信仰の本体の多くは神社の形態をとって存続した。山が深海として信仰の対象となっていた一方で死者の霊の集まる高いとしていたこの口寄せをはじめとする先祖霊供養にも発展を見せた。なお民衆の間でも信仰の現れとして登山を行う習慣があり、現在でも霊場といわれる山岳をはじめとして山には 多くの人々が登っている。中国において、大山、高山、須瀬、火山、常山は五岳と呼ばれ、神格化されている。本来は、山自体を信仰する、山岳信仰であったと考えられるが、万古神話や五行思想と結びついて、道教の初心の一つに変容している。ただ、大山については未だに別格であり、道教の聖地であるだけでなく、大病、石、 ななど、他と異なる、る。山岳振興の形態を残している古来は人脊未踏の地であった山岳に交通の発達や道具や装備の充実から登山が安易になり、スポーツや競技や観光として様々な人が入り込んで、信仰における近畿を破ったり、ゴミの放置などの自然環境を汚染する行為や過信からの登山事故などがエベレストやウルルのように、 山岳信仰を尊ぶ地域住民の感情を害することもある。これらにあるような信仰の近畿を犯すと地域住民は罰が下ると信じ山をなだめようと大規模な祭事を行う場合もあり、一層地域住民に精神的負担だけでなく経済的負担を強いる結果になり、そのことが逆に山岳信仰という自然と共存するために培われた精神性が 見直されるきっかけになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。